専門家、新型コロナウイルスが移る人が増える新しい波。新型コロナウイルスが移る人が増えていることについて、専門家会議の尾身会長たちが11日、岸田総理大臣と話しました。専門家は今までのオミクロン株より移りやすい。 BA.5 が広がっていることが理由の一つだと言いました。ワクチンの注射した人も長い時間が過ぎると体を守る免疫が弱くなることも理由だと説明しました。ウイルスがうつる人がもっと増えた時のために病院や検査、ワクチンの準備をしてほしいと国に言いました。おみ会場は ウイルスが移る人が大きく増える新しい波が来ています。BA.5 が広がっても私たちがやることは前と同じです。混んでるところに行かないことや部屋の空気を入れ替えることが大切ですと言いました。尾身会長は今は店を早く閉めてもらうようなことをする必要がないと考えています。